皇太子を取り込んだケルンだ。道は俺が開く。行けリーン。分かった、クロ。憔悴してるけど命に別状はなさそうだ。そうね、マナも消耗してるけど危険なほどじゃないわ。しばらく寝かせておくのね。はあ、よかった。不幸中の幸いか。帝国にとっての司法をなんとか取り戻せたか。はあ、バカな。ここまで段取りが狂うなんて、さすがにあの方のお叱りを受けてしまうかしら。あの方見喰らう蛇の首領、グランドマスターとやらね。ええ、我らアンギスにとって唯一にして絶対的とも言える方、オルフェウス最終計画を遂行し、全ての魂を導かれる思考の存在。全ての魂、意味不明。おお、ビータ、あんた。そのために姉さんは金を破って7年前に。ええ、計画の第2段階である減塩計画の導き手となったクロスベルのうつろなる幻をもって帝国の炎を呼び起こす。まあ、あなたたちとクローのおかげで一応計画を進めることは。クロー？え？霊力を感じない。その大穴はグレンの魔王に貫かれた時の、まさか。嘘だろ。今治癒術をセリーヌ手伝って。分かった。ルクス・ソリス・カレオ・メディキュリエウム。ダーク鉄血と同じ場所とはな。これも因果応報かよ。クロしゃべっちゃダメだよ。悪いな、約束守れなくしちまった。とあとゼリカ、ジョルジュたちと一緒に。いい、それはいいんだ。それよりなんとか出血を。無理なのね。ええ、たとえ魔女の治癒術でもここまで心臓を貫かれてしまっては、せめて痛みだけでも。ダメ、これ以上は。院長ちゃん、黒猫も悪いな。おかげで最後の挨拶ができる。クロさん、あんた、やめろ、やめてくれ。たく、甘ったれが。エリオット、ステージ楽しかったぜ。お前の音楽俺は好きだぞ。アリサ、おふくろさんとはうまくやっていけよ。生きて話せるだけでも上等だろうからな。そうね。マキアスにユーシス、いい喧嘩友達でいろよ。帝国がどうなろうと変わらずにそのままで。当たり前だろ。友達はありえんが喧嘩相手としては認めよう。ラウラにフィー、ガイウスにミリアムもいろいろあったが、楽しい時間過ごさせてもらった。あんがとよ。こちらこそありがとう。私も楽しかった。仲間として先輩として本当に世話になった。僕も立場とか関係なくすっごく楽しかったよ。サラ教官、2年間世話になった。ビータもいろいろあったが礼を言っておくぜ。お互いお世辞にも真面目とは言えなかったけど、礼を言うのはこちらの方よ。ほら、情けねえ顔すんな。これから先お前はいろいろあんだろう。俺は立ち止まっちまった。だがお前は、お前らはまっすぐ前を向いて歩いていけ。ただひたすらに、ひたむきに前へ。そうすりゃきっと。苦労。嘘。先に行くんじゃないわよ。ええ、終端場はそこまでだ。頼みの綱の青の騎士がこんなところで。魔女といい結社といい、とんだ見かけ倒しではないか。開炎光、何それ。目をかけてやった恩も忘れて我が大望を妨げるとは許さんぞ、亡国の不老児ごときが。貴様、あなたはひどいよ。開炎光、その手を離しなさい。これ以上場をわきまえないのなら、私にも考えがあるわよ。君の出番は終わりだよ、魔女殿。姉さん、クリアナス。兄上、ユーシスのお兄さん。そうだ、君がいたではないか。よく来てくれたルーファス君。私を助けに来てくれたのだな。庶民的に言うなら、寝言は寝てほざくがいい。え、目標確認。制圧完了しました。どうして君が。ご苦労。皇族への度重なる不敬、帝都全域を巻き込む大災厄。同じ貴族連合とはいえ、この上見過ごすわけにはいかぬ。貴族連合の総参謀ではなく、帝国の一臣民として開炎光、怪しき魔女よ、貴公らを拘束する。はあ。なるほど、最初からおかしいとは思っていたわ。黒の工房の娘、どこからあなたが連れてきたのかも。どうやらずっと機会を伺っていたわけね。何のことかな。姉さん、わけがわからないぞ。あ、そっか、ミリアム。どうしたの。僕もまだまだだな。やっと気づいたよ。ユーシスのお兄さんもそうだったんだね。ま、そういうことみたいだな。お疲れ様です。いや、ご苦労だったみてえだな。クレア対にアランドール対。え、それって。なるほど。まさか兄上もアイアンブリードの。一応筆頭を務めさせてもらっている。ただ私の存在はオズボーン閣下以外には伏せられていてね。彼らもその存在は聞かされていたが、誰であるかは知らなかったわけだ。まあ、そういうことみてえだな。さっき聞いた時はさすがにたまげちまったぜ。さすがの君もそっか。ふざけるな。左名門の跡継ぎが鉄血の子飼いなど。貴族連合における君の立場は盤石なものだっただろう。新たなアルバレア公になるのも時間の問題だったはず。ましてや鉄血なき後、その子飼いであることを明らかにする必要がどこにある。だからこそ今なのだよ。ええまさかバカな。おじさん久しいなミリアム。7組の諸君に遊撃士殿も、そして公爵閣下ともな。どうして生きて。さて影武者がいたのか、それとも見間違いだったのかそれは今問題ではあるまい。確かなことは、我が子供たちの筆頭にこの事態を収拾してもらうということだ。なるべく穏便かつ角を立てず、しかし確実に貴族勢力の力を削ぐ形で。それが今回彼に与えた課題でね。恐縮です閣下これは夢だ、夢に違いない。クロウの執念があったとはいえ、あなたが死んでいないことは予想していたわ。ほう。リベールの一件に関する結社との水面下での取引、恐ろしく油断ならない相手であるのは分かっていたものね何のことかな。ったくよく言うぜ。ハーメルの後始末と蒸気戦車の一件ね。でもまさか13工房の一角まで完全に取り込んでいたなんて。この先どうするつもりなの決まっている。結社の減塩計画とやら、このまま私が乗っ取らせてもらう。クロスベルの後始末も兼ねてな。今は見逃してやろう魔女よ。帰って他の蛇どもと飼い主に伝えるがいい。立ち向かうのであれば遠慮なく叩き潰してくれると無様なところを見せたわね。ババ様によろしく。君たちもいろいろと迷惑をかけたわね。クロウのことよろしくお願いするわ。あなたは。ピーター姉さん。勝手なことを。今回はご苦労だった。アイスメイデン、ホワイトラビット、スケアクロウ、そしてルーク・オブ・ジェイド。閣下こそよくぞご無事で。まああんたが死ぬとは花から思っちゃいないけどな。おじさんならもしかしてと思ったけど。結局復復活の顛末は教えていただけなさそうですね。それは宿題としよう。この城も数刻で元に戻る。それぞれなすべきことをなしてもらおう。了解しました。いやー、忙しくなりそうだぜ。僕はどうしよっかな。ルーファス、一週間で後始末をしたまえ。終わり次第クロスベル制圧を任せる。どうかお任せあれ。兄上。別に鉄血の野郎が悪だというつもりはねえ。ただまあじいさんが奴にしてやられたのは確かだ。そうなると弟子としては師匠の敵を討ちたくなるってもんだろ。ダーク、鉄血と同じ場所とはな。これも因果応報かよ。どうしてあんたが生きている。クロウが撃って死んだはずだろ。おじいさんの仇も討てず、あんたに一矢も報いられず、クロウが、あいつがしたことが、あいつの人生が全部無駄だったって言うのかよ。リンさん、そのくらいにしておきたまえ。君と同じく閣下にもいろいろな事情があるのだろう。そしておそらくその事情は君と無関係というわけではない。え？健やかに育ってくれ、女神よ。願わくばこの子だけは。思い出したか。久しぶりだな、我が息子よ。いや、帝都奪還の立役者たる灰色の騎士よ。お前には英雄としてしばらく役に立ってもらうぞ。今別れの時、果てしない行く先